現役力士ならわかるでしょ。大相撲常識クイズ。お、世界で力士の身の回りにあるいろんなもの、はい、どれが本物なのか、うん、皆さんの経験をもとに当てていただきます。はい、はい、身の回りにあるものですから、これも絶対わかると思います。はい、力士の身の回りにあるもの、まずは取り組みの前に撒く塩。年に3回開催される東京場所ではいつも同じ塩が使われているのです。ではこの3つの中で東京場所で使われている塩は何番でしょう。毎日手にしている力士なら絶対わかるはず。いつもね、皆さん掴んだり触っちゃダメだよね。触ってもいいですよ。触っても匂い嗅いでも持っても何でもいいですよ。皆さん舐めてもいいですよ。どうぞどうぞ、どん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 行ってください。わかるんだ。東京場所ですからね、皆さんね。さあ、違う、いいですか、皆さん触ってください。手触り、高見下がり時いかがですか、触った感じ。いや、一回思いっきりガッて取るからわからないんですよ。つまむんじゃなくてガッと握る感じなんですね。ちょっと握っても大丈夫ですよ。はい、じゃあ失礼して。さあ、普段通りね、やってる通りにやっていただいて、15日間こう握り続けるわけですから分かりますよね。混ぜてます。混ぜちゃダメですよ。横綱、他のに混ぜちゃダメですよ。さあ、いいですか、心残りないですか。分かりましたか。触った感じ、見た感じ。あえて触らないで、うん、あ、会話先は触ってない。はい、なぜ。いや、なんとなくこう見た感じでこう見た感じの方がいいなと思ったんですけど、分からないかもしれない。あ、分かんない。それでは一斉に札を上げてください、どうぞ。3、1と3に分かれました。正解は、うん、1番でした。ということで、1番を挙げていたのは後藤修月とバルト関ですね。2人ですね。はい、そう、1番が東京場所で使用されている博多の塩なんです。博多の塩です。で、2番は白鵬関の出身であるモンゴルの塩、そして3番は大阪場所でも使われる赤穂の塩なんです。東京場所はいつもこれと決まってるんですよね。なるほど。後藤修月、分かりました、すぐ。いやー、1か3かどっちかだった。西田択一で1の方を選んだと。はい、バルト関はちょっと東京の塩ちょっと固まってるから、はい、絶対1だもん。じゃあ自信を持っての今1番だったんですね。はい、あの塩ってこうサラサラしてるじゃないですか、はい、少し水撒くんですよ。はいはいはい、塩に。そうするとちゃんとこう手に入る、こうちゃんとなってなるんですよ。だから3番がそれに近かったんですよ。あ、水を含ました時の塩に似てたという。そうなんですよ。はい、分かると思う。これサラサラしてるじゃないですか、はい、これだとなんか変な感じでしょ。あ、なんかね、パーって散りすぎますもんね。そうですね。だからちょっと水撒くと違うんですよ、こうちゃんと。かっこいいですね、やっぱり。ちょっとじゃあここで皆さん見てみたいですね。巻いてる姿を身近で、身近でね。じゃあまずは、じゃあ高見下がり関、巻く感じどんな感じ。大阪場所の、はい、どの塩でもいいんですか。どの塩でも、大阪場所の塩では、はい、じゃあ自分こぼしても大丈夫ですよ。はい、巻いていいですよ、どうぞ。結構勢いあるんですね。ちょっと気合入る。バサッといきますね。力入ってくるんで。ああ、バルト関は、あ、ちょっとちょっとやってペロペロっていう感じ。へえ、いろいろありますよね。ああ、綺麗にこう、綺麗でしたね、形がね、さらっと出るっていう。さあ、自分多分もう量も人それぞれですね。そうですね。でも、まず放物線を描くね。綺麗に。はい、では横綱お願いします。こっちに行きます。3までいます。ここまで、ポポポポ、あー、綺麗。面白い。全然個人個人ですね。違うもんなんですね。続いては仕切り戦。激しい取り組みで剥げ落ちるため、場所中は毎日呼び出しがエナメルペンキで塗り直しているんです。仕切り戦の幅は6センチ。では長さはこの3つのうちどれ。力士なら体が覚えているはず。神下がりで結構な見方をしました。さあ、2番行ってください。気合い入れなくていいですか。あ、
足で。足で。ですね。足の開き具合。はい、行ってください。2番も行ってください。やっぱなかなかそんなどのぐらいなって見てないですもんね、普段ね。感覚ですよね、これは。はあ。わかりましたか。難しいね、これ。どうでしょうか。一斉に札を上げてください。どうぞ。1、2、1、2、2、3はないか。3はないですね。なぜですか。なぜ皆さん3を選ばないんですか。じゃあ3。じゃあ3これでいいんですか。高見盛り関はなぜ2番。なんか引きった感覚っていうしか言えないですね。感覚で。感覚で。では正解は何番でしょうか。水田さん。正解は3番です。1番が86センチ、2番が86センチ、3番が90センチ。さすがもう横綱持ってる。今の正解すごいと言っていいんですかね。取り組みにかけられた懸賞金、1本の懸賞袋に6万円が入っています。相撲協会の経費などが引かれ、力士がもらえるのは半分の3万円。現在では一取り組みでの懸賞は51本までと決められています。その51本が出たのは平成18年9月場所千秋楽の朝青龍白鵬戦。ちなみに今年横綱白鵬は年間獲得本数2111本という新記録を打ち出しました。それではどうぞ。では懸賞金20本はどれぐらいか、つかみ取りで当てていただきましょう。まずはバルト関。よし、 OK。オッケー、早かったですね。重さでこんな感じで15、17、18、19、20、21。続いて高見盛り関。重ねなきゃわからない。重ねながら数えないですか。数えちゃダメ。それでもいいですか。大体です。厚みでなんとなく25本。ちょっと多かった。後藤欧州関は16本、控えめすぎました。ベテラン海王関は結構豪快に行きましたね。これぐらい。おお、なんかずっしり来ましたか。ずっしり来てますね。お15、16、17、18、19、20。さあ横綱、ぴったり20を出すしかありません。こんな感じか。あ、こんな感じ。両手で、両手できましたね。横綱これ、結構ありますけど、ね、結構ありますよね。じゃあ数えてみましょう。18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。やっぱり多いですね、これ。ぴったり20本を掴んだ海王関には技能賞として信頼と品質のロマン輝くエステールよりプラチナダイヤモンドペンダントとリングをセットでプレゼントします。